こんにちは、黒司監督黒です。本日の Q&A です。乳歯の生え変わりと仕上げ磨きについてという話です。小学校1年生の女の子に朝晩と毎日仕上げ磨きをしていますが、仕上げ磨きはどのくらいの年齢まで必要でしょうか。また今のところ乳歯が1本も抜ける気配がありません。周りのお友達は幼稚園の年長くらいから前歯が生え揃っている子もいたので、そろそろかなと思っているのですが、個人差もあるので生え変わりの時期についてはあまり神経質にならなくてもいいのでしょうか、という、男性からの、やっぱり、お問い合わせです。お子さんのことについては最近はやっぱり男性の方が、見てらっしゃるというか、こういったところにご質問いただける方が多いようですね。小学校1年生の女の子ですので、生え変わりについて乳歯がまだだということなんですけど、6歳臼歯がもし出てるんであれば、それほど問題ないかなという気がしますし、6歳臼歯が出てないということであれば若干遅いのかなという気もします。前歯のところの、生え変わりがあまりにも遅いようでしたら、もう1年ぐらい待ってみて、ほとんど出てこないとかっていうことがあるようでしたら、1回、歯医者の方で、全体的なレントゲンですねを取られると、ちゃんと、後続の永久歯があるのかどうかっていうようなことが分かりますので、その辺をされたらどうでしょうかということが、まず一つ言えます。仕上げ磨きをする理由は、子どもの歯磨きでは汚れが落ちない部分と、生えたばかりの永久歯は、虫歯になりやすいという部分がありますということです。12歳くらいまでは歯が生え変わっていきますので、小学校の間はできれば関与していただけるといいと思います。ただ高学年になってくるとなかなか、親の管理も難しくなると思いますので、歯科医院で虫歯のリスク判定等をされれば一番いいと思うんですけど、もしそのリスクが高いようでしたら、歯医者での継続管理をお勧め、させていただいています。親で関与するっていうのはなかなか小学校の高学年というのは難しいと思いますので、そういった面でリスクが高いようでしたら歯医者の管理、また低いようでしたら半年に一度くらいのチェックでも十分だと思いますので、歯医者に相談してみてくださいということです。本日の回答は以上です。苦行のようなご家庭でのホワイトニングよりもオフィスでのホワイトニングの方が手軽に終わります。ぜひお問い合わせください。